山田泰造はフリーアナウンサー、キャスター、ナレーター。サンミュージックプロダクション所属。元名古屋テレビアナウンサー。兵庫県神戸市出身。兵庫県立神戸高等学校、神戸大学経済学部卒業。高校の同級生に山田信也がいる。2000年4月、名古屋テレビにアナウンサーとして入社。2002年から2004年まで。 早朝の情報番組、どうですかを担当。2006年には、ディズニー映画、ライアンを探せ、の日本語吹き替え版の声優に挑戦した。2006年には、アンアナウンサー賞高校野球実況部門で、奨励賞を受賞した。2007年10月、名古屋テレビを退社し、フリーアナウンサーとなる。当初は、経造プロダクション所属。 独立後は主にサッカーを中心とした、スポーツ実況の分野で活動している。番組の司会や CM、ドラマ出演なども多い。2013年5月には、NHK の朝の連続ドラマ、マちゃんにもアナウンサー役として出演した。2013年4月から2年間、NHK、サタデースポーツ、サンデースポーツのナレーションも担当。2015年3月、 サンミュージックに移籍したことをブログで報告。2017年12月いっぱいで8年間司会を務めたテレビ埼玉オーレ・アルディージャを卒業した。大宮アルディージャの試合中継であるアルディージャ駅サイトマッチの実況は継続して担当している。2018年からはワウワウにてサッカー中継だけでなくテニス中継の実況にも携わっている。 2018年2月より、テレビ朝日アスクにて講師を務めている。第5回アンアナウンサー対象決定。アナウンス部、CH、テレビ朝日遺跡のお知らせと、その他ご報告、山田太蔵オフィシャルブログ、東京フリーデッサイ2015年3月11日、同年6月18日閲覧、新しいお仕事、山田太蔵オフィシャルブログ。 東京フリーでえ2018年1月2日、同年3月12日閲覧、新しいお仕事に山田泰造オフィシャルブログ、東京フリーでえ2018年2月22日。同年3月12日閲覧、UEFA チャンピオンズリーグ20から21、シーズンワウワウで、決勝トーナメント全29試合独占制中継。 UEFA ヨーロッパリーグ20から21シーズン決勝トーナメント注目試合を独占制中継2021年1月14日ワウワウ2021年2月15日閲覧ありがとうございます